おはようございます。アメリカ大学野球留学生の上野辰希です。えー、現在、アメリカ合衆国のオレゴン州にあるクラカマスコミュニティカレッジで野球をしています。さて、えー、本題に入る前に緊急報告の速法をさせてください。えっとですね、シーズン開始は、 シーズンは開始したんですけど、えっと、学校ですね大学の方がまだ始まってなくてでいよいよ、えー、今週から大学がスタートしたといった感じで、えー、やっておりますいや本当にですね改めて思うのがこの試合を、えっと、毎週大体 4,、まあ、4試合から6試合をこなしていく中で、えっと、学校の。 宿題が毎週変わらず出るわけですね。あの、シーズン中だから、えっ、ー、と、軽い宿題が出るというわけではないので、そこが本当に難しいなっていうのをつくづく感じています。なんだろう。やっぱり試合の日っていうのは結構疲れて帰ってくるじゃないですか。で、朝も早いので、なんて言うんだろう。例えば朝、 6時に起床して、8時集合、そこからバッティング練習なりして、まあ遠征だったら遠征先、えー、グラン、あの、ホームだったらグランド準備といった形で、何かしらで、まあ、朝が早いんですね。で、朝が早くてで、まあ、終わるのがだいたい午後から2試合やるので、まあ、早くても家に着くのが、えー、まあ、9時とか、まあ、10時とか、まあ、そこら辺なわけですよ。で、ここの日に、えっ、ー、と、宿題を、 疲れてるからといって宿題をやんないでおいてしまうと、他の日でも結構、他の日は練習なんですが、ここでも結構間に合わないぐらいの量が結構出たりするんですね。なので、本当にもう常日頃に宿題を頭に入れながら、隙間時間にすぐやる、できるような準備をしていかないといけないので、あ、結構大変だなーっていうのはつくづく感じました。なんだろう。 去年はですね、まあ、言うても、あのー、シーズンが途中で終わってしまったので、あのー、勉強と野球の両立はが大変だっていうのは、えーまあ、言ってはいましたが、そこまでではなかったと思うんですよ、実際。いざ始まって、こうやってシーズンが始まってみるとあらだ、改めて実感しております。本当に、えっと、いい成績を取らないと、それこそその先の奨学金とか、えー、進学先につながってしまうので、なんとか、 頑張って食らいついていこうと思いますということが近況報告でしたはい今日はですねえっと根性野球と、えー、アメリカ野球文化ということについてお話ししたいと思います根性野球というか根性論ですねいわゆる根性論というかんていうんだろうなまあちょっと聞いてみてくださいあのー、先日ですねえっとこんなことがありましたえっとグラウンドにえっとボールが2個かな3個かな落ちていて で、それを監督が見つけて、まあ、そのボールが濡れてしまっていたんですね。濡れてしまっていたので、えっと、罰ゲームということで、罰ゲームっていうか、罰走ですね。日本で言うと罰走を課されるということがありました。まあ、結構これが柱される感じで、えっと、ポール乾燥とか、えぇ、ー、塁間ダッシュとかをやる感じなんですが、これ去年もあったんですね。去年も同じ似たようなことがあって、えっと、去年はどのくらい走っただろう。 ボール缶を、えー、もう10本とか結構走らされたんですね。まあこれはまあ僕たちが、まあ、なんてボール周りといいますか、ボールが落ちてることを放置していたというのが一番の原因でそれが悪いんですけども結構意外に思われる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。えっと僕はすごいえ、こういうことをするんだみたいのが、えー、つくづく感じました。というのも何て言うんだろうな。<laughs> 日本は 結構そういうのはやるって当たり前じゃないですか。なんか、ボール落ちてたら、まあまあ、抜みたいなのが、ペナルティみたいなのが、すごく文化としてはあり、あるなっていうのはすごく感じてて、まあなか、例えば授業中寝てたら、えポール感とか、<laughs> えー、ボールが落ちてたらポール感とか、<laughs> なんか、準備ができ、試合準備がちゃんとできなかったらポール感とか、なんかそういうのが、僕の高校ではあったんですけど、なんかアメリカって結構、 雑まあよ悪,悪い言葉で言えば雑なイメージがあってなんかそういうのはいや結構甘いのかなって思ってたりしたんですねでも実際はどうかというとえっと本当にそういったことには結構厳しくて罰創もあるやるんですよねやるのがすごい驚いて。 さま、今でさえあの、まあ、しょうがないよねってなってるんですが当初アメリカ来た当初はこんなことでこういうことでもうアメリカでも、えっと、厳しく罰走とかペナルティを課して、えー、指導するんだなっていうのは結構び驚きましたあの他にもですねんだろう例えば よくやる練習が、一箇所バッティングみたいな形で、ま、いろいろやるんですね。あのー、その中で、えっと、送りバントとか、マシンピッチャーのとこにマシンを置いて、で、送りバントとか、で、セーフティーバントとか、あと、ヒットエンドランとか、えっと、ランナーを返す、ランナーを進めるバッティングみたいな、そういうのを、まあ、一箇所バッティングでやったりするんですが、これも、えっと、失敗したらポールまで走る、みたいなのを <laughs>、やるんですよ、僕のチーム。 で、これも本当に驚きましたね。なんて言うんだろう。これも根性野球みたいな感じじゃないですか。なんか、そこあってプレッシャーをかけて、で、そこで失敗したら走らなきゃいけないみたいな。そういうので練習を回していくみたいなのが、あ、これめちゃめちゃ日本っぽいなっていうのはすごく感じました。で、これ、僕らのチームだけかなと、まあ、少しはも、最初は思ってたんですけど、そうでもなさそうで、他のチームの、えっと、 アメリカの他の大学に行ってる友達とか、あと野球じゃなくてもですね、ソフトボールのチームの選手とかにもいろいろ聞いたりしたんですが、やっぱりどこもペナルティとかをつけての練習ってのは結構あるみたいです。中にはもう草、もうペナルティの欄でもないもう草むしりみたいないう野球部もあるみたいですごく あ日本と共通してている部分が多くて面白いなと思いましたんだろうそういうのって別に受け継がれたわけじゃないじゃないですか、あのー、アメリカから日本に野球が入ってきた時にあのボールが落ちてたらポール乾燥しろよっていうことが伝わったわけじゃないじゃないですか絶対。 たまたま、えっ、ー、と、罰ゲームとしてポール乾燥だし、えっ、ー、と、草むしりだし、みたいな、そこが、本当に共通してて、すごく面白いなと思いました。あ、思い出した。他にもですね、まあ授業中、例えば成績が取れてなかった選手ですね。さっき、あの、冒頭にもお話ししましたが、成績を取らなきゃいけないっていう中で、成績が悪かった選手が、えっ、ー、と、バックネット裏の、えっ、ー、と、スタンドで立たされてたりとか、<laughs> 去年ありましたね。なんか本当になんて言うんだろう、日本と共通してる部分がすごく多いなと思いました。なので、 であのー、日本で僕ずっと野球やってきてでいろいろそういうのペナルティとかなんか罰創とかまあソ創というとちょっと言い方が悪いですがなんかペナルティを貸して、あのー、いろいろ走ったりとか草むすりしたりとか、えー、と奉仕活動したりみたいな,なんかそういうのを <laughs> やってきてでアメリカに来ても。 そういういのをやるんだっていうのはすごく驚いた部分でしたアメリカだからなんかそういうところは緩いるんだろうなっていう,ふうにえっに持ってきたら結構それは大間違いで意外とそこら辺は厳しくてペナルティとか全然あるのでまあ逆に言えばえっとそういう環境に日本人めちゃめちゃ強いと思うんですよ慣れてるんでまあ言い方悪いですが例えば一箇所バッティングであの失敗してポール完走とか言っても 別に何て言うんだろうびっくりしないじゃないですかアメリカ人って結構嫌な顔するんですよそういうの聞くと最悪だみたいなで結構そのプレッシャーに負けてあのー、失敗しちゃったりするんですが日本人って慣れてるんで <laughs> な結構慣れてるんでなんかそういうのにもまあ別に言われても驚びっくりしないんじゃないかなとそういう意味では思ったりします僕も実際あ アメリカでもやるんだ。びっくりしたっていうのは、その最初はびっくりしましたが、まあ、別に日本でやり慣れてるというか、経験してることなので、そういう意味ではあまり驚かなかったですね。なんだろう。そういう、そういうところでの、えっ、ー、と、粘り強さというか、勝負強さというのは、えっ、ー、と、日本人、日本の野球界で野球をやってきた人たちは、割と強いんじゃないかなと思います。なので、えっ、ー、と、今後、アメリカに来る人はぜひ、そういう側面にも、えー、期待して、 えー、アメリカにぜひお越しください。待ってます。はい、こんな感じでですね、私、野球、あ私、串上野が、えー、と野球留学に関する、あるいはこれはをお話しするチャンネルとなっておりますので、もし興味のある方は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それでは、素敵な一日をお過ごしください。上野達きでした。じゃあ、またね。